2000年、パトリック・ジェームズ・ジョイン・エデリーは、パッド・エデリーとして知られる、アイルランド出身の平地競馬の元騎手、長教師、キルデア州生まれ、1967年にデビューし、イギリスの平地競馬で、サーン・コードン・リチャーズに次ぐ4、632の勝ち案を、挙げた、エプソム・ダービーの勝ち馬3頭に起乗し、レスター・ピゴットと並ぶ、記録の11度チャンピオンジョッキーとなった。 1985年、ペブルスに起場して、ブリーダーズカップターフに勝利した。1987年には、日本のワールドスーパージョッキーズシリーズでも起場している。1991年には、シェイク・アルバドに乗り、ブリーダーズカップスプリントを獲得した。1990年、レスター賞の最優秀平地期首相を受賞。1991年と1996年にも、 受賞した2002年と2003年の2度、平地騎手特別賞も授与されている2003年の平地シーズンの終わりに騎手を引退2005年7月にエデリーは調教師ライセンスを取得しアイルズベリー近郊のネザーウィンチェンドンにマスクヒルスタッドファームとして40頭の旧車を開設したパットエデリーレーシングを共同設立した2人のレーシングマネージャー サイモンダブルとジョン・ニューマンが控える良いチームを持ち、馬の共有のための様々なオーナーシンジケートを所有している。調教師としてのパッドエデリーの最初の出走馬は、ペリッツで2005年12月に、ウルバー・ハンプトン競馬場のオールウェザーコースの未勝利戦で2着となった。調教師初勝利は2006年4月ケンプトンパーク、競馬場のハンデキャップ競争で、馬はビナニストだった。 芝コースでのパッドの初勝利は、グッドウッド競馬場のロクハロンの未勝利戦で、2歳貧馬のカバトだった。2005年、OBE に助君、パッドの父ジミーエデリー実定のポールエデリーも騎手。妻キャロリンは、平地騎手、マニー・マーサーの娘で、ジョー・マーサー騎手の名、ハリー・ラック騎手の孫娘にあたる。2015年11月10日、エデリーが制御したことを、 イギリスのレーシングポスト氏が報じた、ありがとうございます。